どうも、夏目くです。どうも、なるみです。いやー、ツイッターなんかいろいろハッシュタグ来てますね。そうですね、見てみましょうか。ご意見ご感想を寄せられてますけども、最近だと村田雄介さん、はい、あいみょんとこんまりの会について、後半からずっと笑ってたなるみょん可愛いと。はいはいはい。後半何があったんでしょうか。なんだっけ、これって何でしたっけ。あれか、あいみょんが分かんない。あいみょんが Spotify でずっと 1,2,3 って独占している上位なのに、僕たちが知らないっていう、まだ聞いてないっていう。聞いたんすよこれ、この間。あいみょん、あ、聞いたんすね。めっちゃいい歌ですよまあね、上位に来るぐらいだからね。あいみょんのマリーゴールドっていう歌がずっと Spotify で1位なんですけど、うん、あれめっちゃいい曲ですよ。へえ。あとあいみょん歌がうまい。あー、うん、うまそう。なんか であれか、思い出したのは、うん、あいみょん、なるみょん、なつめぐとか、なんかちょっともっとおっさんっぽい、そうそうそう、うん、可愛らしくなっちゃうから。そう、塩田もね、はいはい、もっとおっさんっぽいあのあだ名にした方がいいんじゃないのっていう、はいはい、後で困るなっていう話でしたね。なるほどなるほど、はい。いくつか来てますね、うん、いろいろと。あとあのこれなんていう方かな、モコセスさんみたいな名前の人が、はい、あの T シャツ来なかったと。おお。DM で住所送ったんだけど、来なかったけど面白いから許そうって言ってくれてるんですけど、これ僕漏れてますね、送るの。あら、うん、大変申し訳ございません。はい、モコセスさん、あの後ほど送ります。ただ個人情報を取得しただけでした取得しただけになってるモコセスさんの住所で聞いた男になってます僕は今すいません、至急送りますので。はい、はい、ごめんなさい。はい、あとみどりさん、各国の店員さんを呼ぶ方法最高すぎる。これみどりって読むんですか。うん、あ、本当だ、みどりだわ。でしょ、僕全然なんて書いてあるか分かんなかった。うん、すごいこれ。街中でめっちゃにやげちゃったって言ってますね。店員さん呼ぶ方法、ああ、あれか。あれね、僕も何度か聞いたんですけど、はい、おじさんたちのチューチューさとかなんかもうね、聞き苦しい。クチュクチュ言ってんの、ずっと。わかるわかるわかる。あれなのこれはっていうね。なんかそう。ダメんだよな。ひどくないか。これを聞かせていいのかっていうぐらいさ、もう、チュー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 言って終わってんだよね。それが僕もちょっとツボに入った感はありますけどね。はいはい、うん、それをね、あの楽しんでくれる方がどんぐり FM 聞いてくださったらいいなっていう。そうですね。あと漫画イラストレーターのダン・カオルさんって方ですかね。うんうん、海外で店員さん呼ぶ方法と夏目さんのツッコミが面白すぎて吹き出しました。早川ゴミさんのキューターのクレバーのロゴのパーカーも欲しいなと。夏目さん何色着てるんですかみたいなこと言ってますね。僕黒ですね。黒ですね。うん。うん、これは、ね、このあのなんだろう、キュートでクレバーな女性が着るとすごいいい感じなバーカーなの でこれはぜひおすすめしたいですね、うんうん、女性の方っぽいのでね。この Spotify とか Voicy だと、うん、リンクって見えます？僕毎回見える、うん、見えます、うん、そうか、じゃあそこのリンクに多分あのバーカーとかね、うん、iTunes もあれですよね、のポッドキャスト、 iTunes じゃないや、iOS のポッドキャストも実は下にスクロールするとリンク貼ってあるんですよね、たくさん。あ、そうなんだ。そうそう、その辺の UI ってね、アプリごとにもう全然違うよね。違うからちょっと全部は把握できてないですけど、うん、とヨシリンさん、ナイジェリアクッソワロだって言ってますね。あ、電車の中で聞いちゃいけないやつ、はいはい、これも店員さん呼ぶコツっていうのがだいぶ、まあ、みんなびっくりするよね、あれね。うん、嘘じゃないかって僕未だに思ってます。嘘じゃない、うん、だってね、あの後なるみさんと一緒にあのナイジェリアチューチューで検索したら出てきましたよね、まあ、出てきました観光客のブログがそうそう、みんなチューチュー言ってるって、うん、藤本雄越さん、何かしらの伝統芸能みたいでも短歌ためになったって言ってますね。おお、やっぱりあのあれか、店員呼ぶ時の話ですね、うん、そうか、まあ、衝撃ですよね、あれちょっとね。じゃあやっぱ店員呼ぶ、これは何だろう、海外のあの海外の店員を呼ぶポッドキャストとして生まれ変わればいいんじゃないですか。え、そんなにそんな引き出しない海外の店員を呼ぶ YouTuber として夏目さんはピボットすればいいんじゃないですか。なるほどね、うん、そんなニッチだな。海外旅行行く人が全員検索してみるんだからさ。だとしたらもっとなんか、これ持ってけとかにするそうだねこれ英語で何と言うのとかの方がまだいいよね。そうそう、絶対各国の細かいチューチューの差っていうのもね、うん、はい、ニーズあんのかな。なんだろう、ロナー49さん、はい、喫茶マウンテンの話が出てきてかなりびっくりしました。おお、やっぱり愛知県民なのでかなり嬉しいと言ってますね。ほら、
うん、愛知県民的には喫茶マウンテン有名なんだ。まあなんか有名、そうですね、行ったことないんですけど、うん、名前は聞くなっていう感じですね。どっちかというと海外じゃないや、あの他の県から来た人が喫茶マウンテン観光地みたいな感じなの。そう、行くっていうのは聞いて、はいはい、そっからあの逆輸入的に知ってる感じですね。なるほど、逆輸入。実際行くかどうかしたら、うん、そうでもない。行ったことはないですね。アキさん、ナツメグさんみたいな新陳代謝の良い人間になりたい。これどういうことなんでしょうね。じゃあいつも T シャツ着てるからさ、あー本当に物理的な代謝がいい人間として認識されてるんじゃないですかね、はいはい、あとあれじゃん、生茶飲んですぐトイレ行くみたいな人間だからじゃないの。あーでもあのこの投稿の一個前の、うんうん、あのこれって連続ツイートになってて、はいはい、その一個前が、うん、あのいっぱい集中したり向いてる向いてないとかを見極めたりとか、うん、どんどんやめて次行くって言ってるんで、そういう話か。そうそうそう、そんな僕のね物理的なあのなんかの汗かく話じゃないと思うんですよ。じゃないんだ。あれか、あの熱中してすぐ飽きちゃうみたいな話。はいはいはい。確かにね、打ち込むものに対して代謝が激しいよね。そうですね。うん、うん、確かに僕は結構それは得意というか、なんかそう勝手にしちゃうんですけど。これは面白い表現ですね。新陳代謝。うん。興味の新陳代謝が激しい人間だよね、うん、新陳代謝っていうのかな、まあ秋っぽいでもいいですけど熱しやすく、うん、確かにね、僕スーパーあのマリオランも日本で一番最初にクリアしましたし、うん、ポケモンも多分本当に日本の何番目かに143匹日本で捕まえれるの、すごいよね、全部捕まえてすぐハマるもんね、うん、すぐやめるわけじゃないですか、うん、ゼルダも他から全部見つけたし、写し絵全部見つけたし、なんか全部やりたくなっちゃうんだ。全部やりたいっていうかあれですね、あの他のことをやらずに集中するのは好きです、うんうん、なるほど。なんかその方が成果早く出るじゃないですか。まあまあそれはそうなんですけど、ね、他の人はご飯食べてる間もほどほどにしないよね。ほどほどにしない、うん、もうご飯食べずに寝ずにやるもんね。やります、うん、でそれをずっとどんぐらいだろうな、感覚的に1ヶ月とかでもいいんで、うん、そんぐらいやってると、うん、結構他の人よりもすぐにポンって上行くんですよ。でそうなったら、あの僕はあの承認欲求の塊なので、うんうん、あとマウント取れるので、はいはい、あ優越感がね、あこの人たちよりも俺優れてるぞってなって、うんうんうん、その優越感からまた下げた、満たされてまたさらに上行って、ふうお腹いっぱいとなると、うん、次行こうっつって、うんうん、お腹いっぱい。そうですね、どっかのタイミングであれなんか飽きたなってまあ普通の人はそういう言い方をする必要はないと思うんですけどね、うんうん、はい、おじいちゃんアットポッドキャストレビュー、ポッドキャストマニアのおじいちゃんのアカウントですかね。最近聞いてるポッドキャスト、インテリ理屈ラジオっていうのがあるみたいで、はい、それがあのどんぐり FM の前ウィークリー落合の記事を紹介しましたけど、うん、それ書いた人のポッドキャストみたいですね。おお、あのウィークリー落合は地獄だみたいに記事書いた人が、はい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 、このインテリリクスラジオってやってるみたいで、はー面白いねみたいに言ってますね、うんうん、ちょっと聞いてみたいですね、うんうん、あとあの前、はい、Kindle 本を Kindle で小説を出してる人いたじゃないですか。いました。でどうすればいいでしょうかって言って、はい、僕らのもうノートで無料で公開しちゃって有名になってみようみたいな回答させ、はい、させてもらったんですけど、あの人だと思われる方が本当に小説をノートで公開してますね。公開してましたね、うん、すごい行動が早いですね。僕ね、うん、そういう人はとても大好きです。うん、でもそういう人は成功すると思いますよ。いやそうなんですよね、うん、そうそう、まず素直にやることやってみて、うん、で実験した結果をまた何かに生かすっていうのはね、すごい大事な姿勢ですよね。いや本当そう。僕あのポーカーを結構やってるんですけど、うん、あのうまくなりませんって人が、はいはい、あの今までもらったアドバイスをどれだけ全部、うん、全部本当に納得いくまで試したかっていうと、大体みんな試してないんですよ。うん、途中でなんかうまくいかなそうなって勝手に判断しちゃって、そう自己流に行っちゃって遠回りしちゃうってことですよね。あとね、すごくあの最近見てて思うのが、アドバイスに、うん、あのなんだろうをもらうときに自分の中で選択しちゃってて、うん、これは違うであろうとか自分で変に編集しちゃってるんですよね、はいはい、うん、無意識にね。無意識に、うん、でもその判断する軸なんてないんだから、うん、全部やってみるっていうのはね、うん、実は一番近道だったりするよ、ね、近道だって、あの分かんないですよ。あの例えば僕らは Kindle で
売ってないので何とも言えないですけど、うん、例えばブログ書いて PV 撮りますとか、うん、なんかそういうところに関しては、うん、もしかしたら他の人よりも知見があるかもしれないので、うん、そういう知見がある人に対しては、うん、知見がなかったら聞いてその通りやれば、うん、まあその人のとこまではいけるので、まあそうですね、うん、でこの方は赤井五郎さん、はい、チョコレートの天使という作品を、はい、プライムリーディングで提供していて、で短編小説をノートに流してますね、はい、鉄塔の下でという作品のようですね。ちょっとリンク貼っとくない。ただ、うん、僕たちはこれこの方がお便りくれた方はうん、ラジオネームだったので、そうですね、まあその方かは分かんないですけど、分かんないですけど、どんぐり FM のおすすめで Kindle の、うん、面白いタイミングでね、はい、貼ってる方がいるっていう、いるという、はい、あと湘南の風の水蓮花という歌でしたっけ、はい、歌詞がどんどんビッグになっていくっていう、ね、はい、あれすごい反応しましたね秋山舞さん、これ本当笑ったって言ってますね。あれはね、私のお友達の中でも評判良かったですよ、うん、あ、そうですか、まあ面白いですねあれね、うん、結構ね、うん、みんな知らなかった人が多くて、あ、そうなんだ、まあ知らないよね、知らなかった、うん、面白いですよね、うん、歌詞に脆弱性があるというね、うん、北島康介さんは、はい、歌マップのスクショを貼って共有してますけどね、これ見ると本当に大きくなってて面白い、面白いですよね、うん、北島康介さんって、うん、北島康介さん、多分水泳の北島康介さんではないですね、ではないです、字も全然違うんで、そかそか、はい、この北島康介さんは、はい、コーヒー屋さんの店長、あーコーヒーキュレーター、あ、そうなんですね、すごいですね、コーヒーキュレーター、うん、板谷さんっていう方が寝ようと思ったらどんぐりの更新通知がって言ってるんですけど、うん、なんかいくつかどんぐり寝るときに聞いてていつも最後まで聞いてないとか、うん、はいはい、なんか寝るとき多くないですか。多いですね、僕いつも友達にね、眠れないときに聞くと寝れるよっていうふうに面白い紹介して、それ般若心経でもいいんじゃないかな、本当に寝れたって言ってましたよこれね、僕の友達もね、うん、仕事中に聞くと、うん、本当になんだろう集中しなくていいから、うん、音に、うんうん、だからそのまま集中できる、仕事に集中できるって言ってたんですけど、聞いてないじゃん BGM ですね。あと誰かもツイートしてましたけど、うん、なんか寝れますっていう、友達のデンちゃんっていう方いるんですよね、はい、女性なんですけど、はい、めちゃくちゃ寝れるって言ってましたね、ほらつい最近なんですけど、3月7日にほらミシナさんっていう方が、うん、眠れない悩みには、うん、アロマやらヨガではなくどんぐり FM でって言って本当だ、寝れるんですかね、ね、不眠症の人には本当いいんじゃないですか。なるほど、うん、僕結構朝にどんぐり FM 公開しちゃってたんですけど、うん、ちょっとニュースとかの発想で朝にやっちゃってたんですけど、うん、はいはいはい、通勤でとか、あ、でも夜の方がいいっすよ、夜10時11時とかで、そうですね、うん、そうしましょうか、声の質的に朝じゃないよね、朝ってどういう感じですか。おはようございます、どうも今日も一日頑張りましょう、はい、っていうのはやっぱ朝なんで、そっか、うん、ちょっと違うなじゃあ夜なんすね、夜じゃないですかね、じゃああれか、なんかじゃあ今日も一日お疲れ様でした、おやすみなさいとかっていう感じじゃないですか、うん、ああ、じゃあ最初の入りに眠れない夜いかがお過ごしでしょうかみたいな入りにします、 そうだね、うん、それでもいいんじゃない、でも夜聞いてる人が多いっていうのは結構発見ですね、うんうん、ですね、あとまあたまに家事やりながら聞いてるっていうね、ああいましたね、うん、はい、あとさっきのポッドキャストおじいちゃんが、はい、アイスミルク飲んでますね、はいはいはい、はい、の甘いっつってます、あれはね美味しいですよね、美味しい、なんか最近そういえば、うん、これボットなのかと思ってたんですけど、うん、ポッドキャストのランキングをアット付きで送ってくれる人いません、いますいるんですよ、これは手動じゃないですか、手動なのか、だって画像をさ、スクショランキングのスクショを撮って、はい、アットドングリエヘムさんにドングリエヘムってつけて、はい、ポンと画像だけ送ってくるわけですよね、
わかんないですよ。あのフロント側で、あのまずサーバー側で、あの更新を、そんな処理すんの更新を取って、うん、その中であの上10個ぐらいに入ってるののツイッターアカウント先に登録しといて、はいはいはい、そこのフロント画像認識いるよね。 JS 側で上のスクショ取って絶対やってないと思うんだよね。画像認識しなくてもこれ多分フロント側でこの、はいはい、なんだろう、ドングレフムとかっていう文字があるんでそれ取ってきて、それ読み込んでやってんのかな、はい、で違う気がするけどね。スクショ取ってそこにツイートで自動で送るっていう、うん、なのでね、あのテクノロジーで7位ですよとか6位ですよとか分かってありがたいんですけどね、自動なんでしょうかっていうね、うん、はい、他にもちょっと読み上げると、あかりさんという方かな、はい、最近ポッドキャストのドングレフムにハマっていますと。過去の話でセブンの駐車場でキャンプしたいっていうぶっ飛んだ発想があり、マジで楽しそう、私もやりたいと思ったという感じで、あのセブンの話ですね、はいはい、うん、あれやりたいですよね、やりたい、ね、あとリサさんという方は、あの日々勉強中のひよこポッドキャスターの我々としてはドングレフムまさに経典、経典ですよ、すごい、うん、話し合いの手コーランとかですね、そう、話し方、合いの手の入れ方、テーマの選び方、全部勉強なの言ってますけど、本当にね、何も考えてないじゃないですか。うん、うん、でもこう言ってくださるのは嬉しいです ね、まあ、ですね、リサリサさん、うん、ありがとうございます。うん、ステッカー欲しいということなんで、なんかステッカーはやっぱ作りたいですね、うん。うん、勉強になるのが嬉しいな。そんな別にね、うん、あのなんだろう、もっといいお手本たくさんあるよとは思いますけど。そうですね。あとクシーさんって方が、はいはい、ドングレヘムのゆるキャンの回で、次はクシーさんをキャンプに連れて行こうと話題に挙げていただいたんだけど、アウトドアお腹いっぱいなんで大丈夫ですと。やんわり拒否されてますね、うんうん、でもまあそういうのはともかく、その括弧のところでとにかく火を焚いて見つめてたらいいよっていうのは一理ありますね、うん、それだけでちょっと心が落ち着くかもしれない、うん、うんうん、はい、あと北島康介さん、はい、さっきも登場した水泳のプロの方なんですけど、はい、伝統産業の中で一番サブスクリプションに向いてるサービスは銭湯ではないかと。これ銭湯で会議をするとはかどるっていう会議の感想ですね、はいはいはい、月5000円くらいだったら余裕で払うって言ってますけど、それは確かにそうですね、うんうん、月5000円で銭湯叩けん欲しいですね。回数券があるんじゃないですか。あります。回数あれ普通に430円かける日付分だよね、うん、なんかそこを、うん、要は回数券なんですけど、うん、そこを、購入のハードルをデジタルにすることによって自分でわざわざ、うんうん、なんだろう、買ったとか、あの今月も買わなきゃっていうのを頭から外せるのが多分サブスクリプションのいいとこなんで、うんうんうん、もうねどんどん、あれを電子決済にしてクレジットカードと紐付けて電子決済にしちゃうだけですけどね、うん、それだけでも十分いいですよね、うんうん、430円だから小銭用意するのちょっとめんどくさいんですよね、うん、で例えばなんだろう、あの会員証みたいなのを置いて見せたらもうその、うん、はいはい、そのまま入れるとかにすればいいんですよね。そうです。へえ、そんな感じで、あとあの一魚一会を買ったって方がめちゃめちゃ多いんですよ。ああ、あのさかなクンさんの本、さかなクンさんの本、あのアマゾンレビューが全て5っていうね、うん、ものすごい、あれはねほんと名著なんで、うん、まだ読んでないでしょ。なんでわかるんですか。あのポッドキャストの収録の時に買って、うん、そのままですよ、ね、翌日届いて、うん、そのままなんですよ、うん、あれは30分ぐらいで読めるんで。あ、そうなの、うん、そんなかかんない。10人ぐらい買ってる感じですね、うん、見れるだけで。あれはいい本なんだよな、本当。30分か。さかなクンはすごいんですよ。調べれば調べるほどすごくて、うん、あの誰か著名な方が死んじゃった時にさかなクン、あの葬式行ったんですよ、うん、知ってます。あ、見た見た。さかなクンって、ね、頭にハコフグの被り物してるんですけど、はいはい、うん、葬式の時にあんな黄色いの調子乗ってるから怒られちゃうじゃないですか、うん、だからもう撮った方がいいんですけど、いいんですよ。さかなクンはあっちが本体なので、うん、そうですね、何かっていうと、うん、あのグレーの、グレー、グレーと黒のモノトーンの魚かぶってましたよね。模服バージョンがあるのっていう。模服バージョンがあるんだっつって、うん、あれ話題になってましたね。そう、やっぱそういう気遣いをできる方ですね。いや素晴らしい。2チャンネルだとね、うん、あれがもうあっちが本体だからっていう、うん、別の魚来てるなっていう、ね、そうそう。とあとなんだろうな、あれもうあそこまで徹底してたら、うん、あれ外さないのがいいですよね。そうだね、いい帽子を取れと、帽子じゃないもんね。もうね、あれはもう
なんだろう、もう最高ですね、うん、あれはすごいなと思った、うん、最高。いやこんな感じでいっぱいあのお便りいただきありがとうございます。ありがとうございます。大体どんぐり FM 系の投稿は多分見てるんじゃないかな、はい、ほぼ目を通してますね、うん、こうやってあの定期的に読み上げていきたいなと思いますので、ね、とても嬉しい力になるので、はい、そうですね、はいはい、引き続きどんぐり FM もよろしくお願いします、はい